青い魚を知ってもらおうということで、始まりましたね。青い魚を知ってもらおう。はい、はい、あ、こちん、はい、福田正光です。はい、青い魚の松坂です。お願いします。他の人のやつを見る限り、うん、ね、これ結構ノーカットでほぼ喋ってるみたいなんですけど。あ、そう。あ、ただ僕ら平気で5秒くらいなら黙るんですよ。そうやな、あるな。実際我々結成したのが2020年の年末なので。そうそう、芸歴自体は結構長いんですよ。はい、だからコンビについての歴史というのはほとんどないので、なので結構個人の話をやっていくことになると思うんですけど、うんうん、はい、で、歴の長い松坂さん、はい、そうね、はい、もう歴で言うたら15年ぐらいになってしまう。 NSC の何期？ NSC の30期で、同期で言うたら、まあ今フリーなんですけど、もともと吉本にいて、うん、NSC 入って同期で言うたら、プリマダンナ、メーハンダンナミとハマそうですね、とバンビーノとか、アマコーインター、おー、ダブラート、はい、アイドマヘッド、はい、などなどで、ハンガリアとかマジョリとかハンガリアなど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 。え、その中で、なんていうんですか、クラス分けとかあるじゃないですか。あ、そうそう、 NSC 入ってミリオンベビーっていうね、コンピューター、はい、聞いたことあります。あるで、その時にそれがなんかだいぶハマって、おう、そのクラス分けとか ABC で分けられるんですけど、ね、一応 A クラスに。え、そうなんですか。そう、A クラス入って、エリートじゃないですか。エリートじゃないですか。そうなんですね。でも4組ぐらいしか行ってなかったけど、そうです。そのそうそうたる面々の中で、そうそうそう、まあでも A クラスやから。いや、全然いいじゃない、いいじゃないですか。あ、でも解散してるわ、ここで。卒業前に解散してるわ、解散してピンで卒業公演は受けてる、だからここ何も書いてないから、ここは多分何も活動してない時期がある。なるほどな。で、だからここら辺で多分ね、結構間空いて、大場くんっていう琵琶湖メロディーっていうね、なんか、いや、知る人ぞ知る、そうそう、知る人ぞ知る、当時グイグイ言わせてましたね。これが結構こういい感じになってて、はい、そう思います。でも劇場のメンバーとか1回も入ってないんですよ。あ、そうなの。そうそう、オーディションちゃんと受けてました。受けてた、オーディションライブ受けてた、はい、トライの1次は合格するけど2次がいかへんみたいな感じ、はい、ベースの時代で、ね、あ、そうそう、ベースの時代で、で解散して、なんで解散したか覚えてないけど解散して、はい、で、またこの NSC の時やってたミリオンベビーっていうのをやって、はい、で、これも全然うまくいかんくって、はい、すぐ解散して、で、もう一回ビアコメロディーがそうですよね、あって、はい、で、この時にもう相方がネタがあんましできんって言われて、作るのが作るのが、あ、向こうが帰ってたんやけど、はい、で、解散しようって言って、もうやめようと思って、松坂さんから言った、そうそうそう、もう笑いやめようかなみたいな思った時に、はい、でも、まあ、ずっと自分でネタを書いてなかったよと。なるほど、相方さんが全部、そうそうそう、やりたい気持ちはあってんけど、はい、でも書いてたよ普通に、この時も、はい、書いてはいたよ、はいはいはい、で、自分が書いたネタやってないのにやめれへんと思って、おここで、あの、とりあえず夏海っていう、あの伝説の変なババアのやつが白塗りしかせえの、最近白塗りで、そうそう、白塗りで最近習字やってるけど、はい、白塗りやってて、そうそう、あれが組んで、ネタは全部書こうと思って、やり始めて、で、まあ、何もないわと、一回 M1 3回戦で、そうですね、同じ確か同じ年に、あ、そうそう、2、4ヶ月、あ、そうだな、全結果が出てなくて、あ、おもろかは大好き劇場で1位取ったくらい、おもろかは大好き劇場ありましたね。あの、将来的にこのね、うんこ型の劇場を建てたいっていう目論みを持って、まずね、ちっちゃいライブからやっていってっていうので、うん、結構早めに頓挫してました。
で、まあネタ作ってる。で、何もなくて、ここら辺は。死んだくて、死んだくて。はい、小前田吉本いるところだから。その割に楽しそう。楽しそうで。さまよってる。そうやな、やっぱお笑いやってるからっていうか、好きにやってるから。で、ここはだからもう自由に、ただ自分で作って、はい、自分の好きなようにやってて。でも、もうめちゃくちゃ死んだくて、ネタ作るのが、死んだくなって、はい、やめて、はい、解散してくるのに関しては、流れてみる。なんかここ、被ってんねんな、ちょっと。天満の時期。そう。ユニットで。はい。はい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 。なるほど。でも、いい。高いな。はい、いいですね。なんか、楽しそうじゃない。でも、全然楽しくなかったね。なんでこんな高いのか分からんけど。そうやな。お笑いを好きに、好きなお笑いをやれているっていう感じですか。あるのかな。多分。いや、でも、こんな分になるとなりますよ、はい、これ、はい、NSC、はい、NSC ですね。だから、もともとというか、まあ、せっかく2007からあるんで、ここら辺から言うと、その全然笑いと関係ないけど、今にもちょっと影響していることがここら辺にあって、2007年、これ大学1年生の時なんですけど、実家以外で関西弁を喋るのを禁止に自分の中です。標準語やな。そういう、だから全然こう今も実家から通ってるんですけど、実家兵庫県、はい、実家ではめちゃめちゃ関西弁喋ってる。そうだな。でも、はい、ここでいや、たまたまなんかテレビでちっちゃい子供の インタビューというか、普通のニュースかなんかのインタビューみたいなのをやってて、その子がめちゃくちゃ流暢な大阪弁をなんかペラペラ喋ってたんですよ。なんかそれ見て、あ、なんか将来自分の子供がこんなペラペラ関西弁喋るの嫌だなって思っちゃって、いきなりやっぱこう喋り出すと周りからバカにされるじゃないですか、うん、気になるんですね、やっぱり関西で。急にこれまで普通に喋ってたやつがってなるんで、だからこの1年間ぐらいをかけて、気づかれないぐらいのスピードで徐々に喋ってたやつが、アハ体験の要領で、ちょっとずつ、そしたら本当に気づかれずに、はい、うまく変えることができました。ちょうどこの4年間は2010年の3月に卒業するんですけど、2010年の3月に NSC という存在を知るギリギリや。ここで初めて、そう、たまたま友達が冗談で、俺仕事嫌になったら NSC 入るわみたいなことを言ったんですけど、多分冗談で言ったんですけど、僕は NSC を知らなくてというか、なんかほぼ知らなくて、うん、NSC って何って聞いたら吉本の養成所みたいなこと言われて、そこで、あ、そんな人生が存在するんだっていうのを、うん、まあ、漠然とは分かってたけど、なんか明確にそういうものがあるっていう、近くにあるっていうのを感じて、もともとじゃあお笑いが好きとかでなかった？はい、見てたりとか。そうですね、全くないですけど、本当に波のバラエティーを普通に見てるぐらいの感じで、はい、M1 とかも見てないぐらい、 あんまり気づいたら、たまたま、気づいたら見るぐらいの感じだったんですけど、そこでそうなったことによって、この4月から当然就職決まってたんで入社するんですけど、もうその方に頭がいってるので、全く集中できずに、そう、正社員を3日で辞めることになるんですが、はい、3日で辞めて。どうやって言って辞めたの？まあ、正直親の知り合いの会社に入れてもらったんですよ。だから、はい、その4月4日、何日曜だったら4月5日の朝に、すみません、辞めたいですって、正直 M1 の予選とかよりもはるかに緊張してました。人生で一
番ぐらい緊張してで、晴れてその1年後にやっと NSC に入ることができるわけなんですけど、これがスタート。はい、ここがスタート。そうです、 NSC34 期にここで入るんですけど、まあ、当然そのお笑いのネタとかをあんまり見てない人生なので、最初全然分からずに他の人で勉強してるっていう、本当にそんな感じで、当然 C クラスだし、あの結構ピンの期間も長くて、結構もう本当にやめていくルートに近いで、典型的なとかしてた、一応ピンでやってたんですけど、なんかちょっと気持ち悪いような、気づいてなかったんですけど、なんか無職の人間をはなんかバラバラにするみたいな、落としの時点でみたいなことをやってたら、あ、この人はピンでそういう感じのやりたい人なんだって思われたみたいで、でそうなったんですけど、最後にこの R1 の1回戦をたまたまというか、正直この1年間で唯一受けたぐらいが R1 の1回戦ぐらいの感じで、そこで1回戦を突破することで、その A クラスのねピン芸人とか落ちる中で通ったことによって、結構周りの目が変わったことで、なんとか息をつない、首の皮一枚つながって続けるような雰囲気持っていけて、卒業した後、まあいろいろあって、ここで2012年の9月にツインターボというコンビを、はい、その知る人ぞ知るツインターボで、で、なんか特にもう何も引っかかることなく、本当にインディーズのライブとかでダラダラと、だけどでもじわじわとなんとなく、なんか周りの人になんか褒めてもらえるようになったりしてる中で、2016と17が3回戦なんですけど、17の時がそれなりにあのギャオで、あの話題になったんですよ、はい、後に東京に行くんですけど、結構東京の人も結構みんなそれで知っててもらってて、いろんなライブ呼んでいただけた感じで、劇場の先輩とかにも声かけてもらったりして、あ、そっからみんなジャニーズのやつやんなそうやな、ジャニーズのやつな、はい、あれな、めっちゃおもろいな、面白いな面白いな、だって最近な、あの白ヌートリアの白ヌートリアっていう、そう吉本の4年目ぐらいの後輩がいるんですけど、なんかそのがちょっとあのその時のネタをなんかノートに書き出してなんかあの勉強してたっていうふうに声かけてくれてすごいよな、て実際シロヌートリアに結構ね芸風的にもちょっと受け継いだ感じになって、すごい嬉しい、はい、でちょうどそこで劇場にもその、まあ、そのネタ1本ぐらいの感じで劇場にも初めて入ることができたんですね、吉本漫才劇場に。ただ正直あのなので本当に死にかけてたんですけど、で今年言っていいのかな、